報道新聞社が、時代を担う若手リーダーとともに地域の未来を考える未来デザイン会議ハピカム竹田支援が15日、竹田市総合社会福祉センターで行われました。未来デザイン会議ハピカムは、地元に根差す新聞社として地域との連携が大切と考え、長期的ビジョンを共有しながら、 一緒に未来をデザインしたいという考えでスタートさせたプロジェクトで今回で第7弾開会式では総合コーディネーターを務める佐藤一郎光悦部長総合アドバイザーで大分大学工学部姫野由香助教が地域に活力を与えるアイデアを一緒に考えましょうと呼びかけました分科会では農業観光 商品の3つのテーマに分かれ、竹田市の将来を担う若手世代が各分野の現状・課題を話し合いました。30代から40代の若手リーダー4人とコーディネーターの記者1人に、各分野に精通した専門家や企業人がアドバイザーとして加わり、活発に議論。 農業分科会では後継者不足などの課題を解決しどのように維持していくのかについて意見を出し合いました <laughs> 観光分科会ではそれぞれが抱えている武田観光の現状を出し合いリピーター獲得 周遊型観光の二つを柱に熱い話を展開しました商品文化会では新たなまちづくりの方向性について議論しました誰かがしてくれるだろうと、ん、いう状況じゃないというかなり大きな動きが次にないと自分自身がすごく下がっていく そこはなんか忘れがある田ではス少なくとも忘れよそ見きはありますけど、うん、その後に行われた総括会議ではまず各文化会のコーディネーターを務めた記者が内容を報告、えー、そ,れそれぞれですね、えー、地域の中で、えー、同じ農業に携わる者同士ですね、えー、横のつながりというのを大事にしていこうとどうすれば、えー、皆さんに、えー、竹田を好きになってもらえるのか、えー、課題としては、えー、自分たちが 観光地に満足できなければお客さんには決して満足していただけないまずは自分たちが満足できる観光地づくりを進めていこうということになりましたあのいいものはいいと素直に認め古い,伝統はあの古い伝統の良さも守りながらあの武田の新しい街づくりを進めばあばまた違った一面が見えてあの武田の活性化につながるのではないかという。 そして、各分科会代表者が出席し分科会での議論を踏まえ分野を超えた取り組みについて話しし合いが進められました。目立たない挑戦をしている方も多いので,で,す、ねなんでまあ、一概にこう目を引かないようなこともあるんですけどやっぱり自分の知っている優れた先輩の方々の中にもやはりそれぞれきらりと輝く技術を持つ方が 取られるのでまあトマトとお米に関しては、まあ、ちょっとわからないですけどおそらくそういう挑戦っていう形はみんな持ってると思うんですよね食十とか長湯とか、えー、竹田で泊まろうといってもその中は何なのっていうところであったりするんで、えー、特にやっぱり、えーまあ、僕個人としてずっと思ってるのはやっぱり食のコーディネートを、えー、観光にもっと言えて 行って欲しいなとともうう行きたいなといなううには思ってます。で竹田に帰ってきた時に、えー、っとちょっとまあ飲みに出て、えー、外にパッと出た時に真っ暗で一,子一人歩いてない土曜日でした確か金曜日か土曜日、まあ、これはまずいぞとこの街はまずい、えー、そこで何かこう使命感みたいのを自分自身が感じましてこの街でもしかしたらできるんじゃないかこの町から発信した方がいいんじゃないかこの街を元気にしたい 議論の中では姫の総合アドバイザーがそれぞれの持ち場で誇りを持って徹底的に武田の良さを磨き上げてほしいと提案最後に佐藤総合コーディネーターが年上の世代をうまく巻き込みながら新しい世代の考えを融合すれば新しい武田の時代を作ることができると締めくくりました。